今日は節分ね。今年は豆まきどうしようかしら。節分ね、そんなに興味ねえな。バサラ、豆まきするわよ。どこに行っちゃったのよ。今日はみんなで豆まき。カナメが一番はしゃいでた。節分だよ。今日はみんなで豆まきをするんだ。お庭外ってね。豆まき、みんな楽しんでるみたい。アラド隊長に提案してみてよかったわ。節分ね、豆まきをすると言っていたけど楽しいのかしら。今日は節分だからみんなと豆まきするんよ。今年の鬼はハヤテ。今日は節分なんだって。ワルキューレのみんなは豆まきをしたらしいよ。節分って楽しいわね。また来年も豆まきにチャレンジしたいわ。